R8C、タイニー R8C、タイニーシリーズとは、ルネサステクノロジーの開発したマイクロプロセッサで、M16C ファミリーの1シリーズである。R8C の R は、ルネサスエレクトロニクス、C は、シスクを表す。R8C の CPU コアは、M16C ファミリーと同一であるが、周辺バスを8ビット化するなどの機能省略化により、タイニーシリーズに特化している。 メモリ空間は1メガバイト。全製品、プログラム用メモリとして、フラッシュメモリを内蔵している。また、グループの多くは、データフラッシュの U、なしをペアとしたラインナップとなっていて、例えば R8C-15 は、R8C-14 にデータフラッシュを追加した点のみが、再となっている。その他、パワーオンリセット回路、電圧低下検出回路、低、 高速オンチップをレーターなどを内蔵し、外付け回路を削減した回路設計を可能としている。また、オンチップデバッキングインターフェースを内蔵している。専用エミュレータである E8 との通信は、R8C-14-15 以降の品種では、デバッグ通信専用の端子1本のみで行うので、他の機能ピンが占有されることはない。ルネサスエレクトロニクスでは、 統合前の日立製作所の半導体部門が開発した H8 ファミリー及びスパーファファミリーも並行して展開しているが、三菱電機の半導体部門が開発した M16C ファミリーの流れを組む R8C とは、バイナリの互換性はない。H8 と R8C を比較したとき、前者はビッグエンディアンであるのに対し後者は、 リトルエンディアンであること、純正の C コンパイラでのビットフィールドの扱いが、前者は MSB ファーストであるのに対して後者は LSB ファーストであることなど、高度の移植性に関しては注意すべき点がいくつもある。しかし、元は H8 及びスパーハ向けの統合開発環境であった h u を r 8 c の開発にも使用できるようになったり、逆に、 R8C 専用エミュレータであった E8 を H8、Tiny シリーズのデバッグでも使用できるようになるなど、プロセッサの選択がより柔軟に行えるような環境が整いつつある。当初は H8、Tiny シリーズがカバーしていない32ピン以下の商品パッケージのラインナップが特徴であったが、52ピン以上のグループも加わっており、今後は80ピン以上のグループも予定されている。 R8C には以下のようなグループが存在する R8C ファミリー。ありがとうございます。